今年デビュー25周年を迎えた歌手の浜崎あゆみが、2023年12月31日に国立代々木競技場第一体育館でカウントダウンライブ、あゆみ浜崎カウントダウンライブ 2023-2024A、A コンプリート25を開催した。毎年恒例のカウントダウンライブは今年で21回目。開催地である国立代々木競技場第一体育館は、浜崎がデビュー以来様々な節目のライブを行ってきた聖地とも言える場所。浜崎はセットリスト、リアレンジ、演出、パフォーマンスなど全てに妥協も許さず、関わり抜いて手掛けた。アリーナ中央に組まれたセンターステージには、浜崎をはじめ、ダンサー、パフォーマー、バンド、ストリングス、コーラス、クワイヤー、獅子舞パフォーマーなど総勢35人のサポートメンバーが登場し、アニバーサリーイヤーの年越しに花を添えた。セットリストはヒットソング、エボルーション、M、シーズンズをはじめ、最新アルバム収録曲、Just the way you are など23曲。Just the way you are は、女芸人ナンバーワン決定戦ザ・ W2023 で優勝した高翔雅の、熊本プロレス誌出演のプロモーションビデオも話題となっている。また02年のライブ以来一度も歌われず、ファンから歌唱を熱望されていたNo more words、Daybreakも21年ぶりに披露。ファンからは期待以上の神セトリ。久々の曲イントロで爆泣きしたと喜びの声が相次いで投稿されている。アンコールにはお笑い芸人の金太郎もサプライズゲストとして登場。バラエティ番組で放送された浜崎あゆみのモノマネを本人とファンの目の前で正披露し、24年の初笑いを会場のファンに届けた。7日からは現在開催中の47都道府県ツアー、あゆみ浜崎 25th アニバーサリーライブツアー第3幕公演をスタートさせる。